人のことを指しています。でその人たちがイエス・キリストのことを全てその目で見て、その耳で聞いて、その手で触って、その肌でイエス様を感じたわけでありますね。ですからイエス・キリストに対するあらゆること、それを証言して伝えていかなければならないという、その責任をちゃんと覚えていたわけであります。それで彼らはその使命を持ってですね、イエス・キリストを一生懸命伝えたんですね。権力者たちが反対をして、お前たちイエスの名を語ってはいけない、彼らを捕まえては牢屋に入れたんですね。そこで仕打ちを受けてですよね、釈放されたわけなんですよね。警告を受けたんですよね。しかしながら彼らはまたイエス様のその救いの素晴らしい福音を語っていきました。また捕まってしまいました。そしてですね、裁判を受けたわけなんですけれども、今回はひょっとしたら殺されるというそういう状況でありました。幸いにガマリエルという人が有力な人なんですけれども、その人が立ち上がって、ちょっと彼らを殺すまではしないはいいじゃないの、これが人から出たものであるならば放っておいても自滅することでしょう、しかしこれが神から出たものであるならば、私たちがこのことを止めることできないし、止めようとしたならば、それは神様に敵対することなんだから、そういうことをしちゃいけないでしょうと。そういうように、この人たちを殺そうとする権力者たちに向けて、語っていたわけでありますね。それで、みんながその話を聞いて、まあそれが、なりに一理がある話なんだ、説得されたわけなんですね。それで彼らを殺すまではしなかった、釈放するということに決めた。しかしながら釈放するんですが、ただの釈放じゃありませんよ。どういうふうに釈放したかというと、二つのことを、そうですね、彼らに対してやったわけなんです。40節の御言葉は、使徒たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。まず一つはですね、鞭で打ったんです。鞭というものはその最後に尖った鉄がついてるんです。それで打つとするとですね、その尖った鉄によって肉がちぎられてしまう、ものすごいですね、痛みを与えていく、そういう鞭なんですね。ですからそういったもので彼らが打たれてしまったという、そういうことを考えると、これはものすごい大変な仕打ちを受けたということなんですね。さらにその次に、このイエスの名を二度と語ってはいけない、そのように言われました。以前も言われて、それで釈放されたのに、またそのことを繰り返してやって、また捕まって、また今言われるので、この次はですね、このイエス・キリストを伝えていくとすると、もう 100% 確実に殺されるということになるでしょう。そのような状況の中で、あったわけであります。でも皆さん、この聖書をよく見てください。この聖書をよく見ていきますと、彼らがそれでどうなったかということがはっきりと書いてあるんですよ。その人たちがその後どういう行いをしたかということが著しくここに書いてあって、私たちに教えて
くれてるものがあるわけなんですね。それは何でしょうか。それはですね、人間の常識的なことではどうも理解できないような、そういう態度を取ったんですよね。これは本当に驚くしかない、そのような姿であるわけなんですよね。一言で言うとですね、この人たちの行いというものは指名者としての姿であると、そのように言えます。なぜこの人たちがこのことを命がけでやっていたかというと、それはそれが使命であるからです。自分たちの使命、要するに命を捧げてまで私たちがこの働きをしていかないとならないという、そういうことをしっかりと彼らは見つけて、そのことをちゃんと覚えていたので、こういうことができたんですよね。じゃあ何をしたんでしょうか。使命者としてのその姿とは何なんでしょうか。それはまず4の1節に書いてあります。4の1節の御言葉は、そこで人たちは皆のために恥ずかしげられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていた。そうですね、彼らはですね、鞭で打たれて脅迫を受けて、今度こそお前たち同じことしたら殺しろっていう感じのですね、脅迫を受けたと思うんですよ。しかしその後釈放されるでしょ。釈放される時に、いや本当に大変だったね、殺されるかと思ったね、いや本当に怖かった、いや今度またねイエスの名を語ってしまっては私たちね、もう一人も残らず全員殺されてしまうかもしれない、だから今はねあんまりね状況が良くないから黙っていた方がいい、ね、静かにどこかにね身を潜んでね、ちょっと隠して暮らしていきましょうよ。普通考えるとですね、そういうように流れていてもおかしくないでしょ。私たちだったらば多分ですね、そういうような方向に行った可能性が高いのではないかなと思います。でも人たちは違かったんですね。彼らは、なんだ子供2回も大学落ちてしまったじゃないかとか言いながらですね、イエス様は信じたって大したことないねってつまずいてしまって、そこで降りちゃうっていう、そういうことが実際にいっぱいいっぱいあるんですよ。でも聖書はそのように教えていません。ですからこの人たちは前もってイエス様に教えられたその御言葉を思い出したことでしょう。ですからイエス様の家に迫害を受けたら喜びなさい、喜んで踊りなさいって言われたんだから、それでそのことを思い出して、彼らは、いや私たちが鞭で打たれた、私たちが脅迫を受けた、この次殺されるかもしれないけれども喜びましょう、私たちが受けたその仕打ちの上に御国で私たちが受ける報い、その賞も大きくなるんだから、ハレルヤ。実際にそのように賛美して歌っていたことでしょう。それが彼らの使命そのものを支えていく原動力になったんですね。それからもう一つ、彼らのその使命を支えていくその原動力というものは何かと言いますと、それはですね、自分たちの先生、自分たちを教えてくださって育ててくださった先生、すなわちイエス様ですね。イエス様がこういう迫害の道を先に歩まれたからなんですよ。でしょ？私たちを教えてくださって、私たちを育ててくださって、私たちを救ってくださった、私たちが信じるその救い主イエス様が、
この地上に来られて、決してですね、裕福な生活をしながら、贅沢を味わいながらですね、そしてこの世的な楽しみを持ってですね、楽に楽に生きていかれたっていう、そういうわけではない。我らの先生イエス様は、むしろ先をもってこのような苦しみの道、すなわち十字架の道を歩まれたじゃないか。それに比べると私たちが受けるこの仕打ちというものは、ある面ですね、軽いもの。イエス様が受けられたその十字架の苦しみというものを考えれば、我々が受けているこの苦しみというものは、ちっぽけなもんだ。そういうように思うことができたのではないでしょうか。そのことを考えると、イエス様も普段から言われましたね。誰でも私について来ようと思うならば、そうですね、自分を捨てて、自分の十字架を背負って私について来なさいって言われたじゃないですか。ですから、考えることによってですね、ある面ですよね、こういう迫害というものが当たり前になっているもんだっていうふうに考えることができるんですよ。イエス様が先にその道を歩まれたので、イエス様の足跡をついていく弟子としては、イエス様と同じその道をたどっていくことになるでしょうって、そういう覚悟をして、そしてイエス様を語っていたでしょう。それがですね、現実的に迫害が来るから、ああ、これはすごい、私たちも先生であるイエス様が歩まれたその苦しみの道を少しでも同じようにたどっていけるかもしれない。これは我々にとっては栄光なんだ。そういうように受け止めていくことができたのではないでしょうか。ですから、その信仰というものによってですね、使命というものが支えられて、それでその道を怖がらず、いくら人は殺そうとしても、あなたたちは、私たちの肉体的な命は奪うことはできるかもしれないけど、私たちはあなたを恐れない。むしろ私たちの肉の命、そして魂までも、滅ぼすこともできる主なる神様を私たちは恐れているんだよ。だからその主なる神様に従っていくんだよ。そういう信仰、それが人たちの信仰の姿でありました。私は本当にですね、世の中で普通に欲しいものありません。そしてある人に対してですね、羨ましいなってそういうふうに思うこともありません。私はですね、イエス様を信じるその信仰の中で満ち足りています。自分は金持ちだからではありませんよ。世の中の何か素晴らしいものを持っているからではありませんよ。イエス様によってですね、心満ち足りて、それでですね、幸せなんですね。しかしながら、一つだけですね、私が心から欲しいものがあります。本当に羨ましいなって思うものがあります。それは何かというとですね、やっぱりこういう信仰ですね。こういう人たちのような信仰。本当に自分もそういう信仰を持ちたいなって、自分もこういうような信仰の姿を持って使いたいなって、そういう願望というのはありますけれども、なかなか自信がありませんね。とにかく使命者の姿というもの、これですね、イエス様に従ってイエス様の名を語っていくときに、正しいことをしていくときに、迫害があり、苦しみがあり、鞭で打たれることがあっても、それでもですね、御言葉を信じて、イエス様を見上げてですね、喜んでいく。
賛美をしていく。そのことで決して折れてしまう。そのことで諦めてしまう。そのことで信仰を捨ててしまう。そういうことにはならなかったんですよね。皆さん、もう一度お願いするんですけれども、イエス・キリストを信じてクリスチャンとなって、すべてが祝福されて、すべてが願い通りにうまくいくって思わないでくださいね。そういう説教する牧師がいるならば、そうですね、気をつけてくださいね。聖書はそういうふうに教えていません。イエス様が歩まれたその道も、人たちがイエス様の足跡をついていて歩んだその道も、決してそれとは、そうですね、関係のない姿であったのではないでしょうか。イエス様を信じて私たちが得る一番素晴らしいものは罪の許しですね。新しい命を得ることですね。そして復活の命を持って天の御国に、永遠の天国に入るその資格を得たものなんですね。それ以上の祝福はありませんから、それだけでも十分ですと、そのように言える信仰を持ってください。そして使命者の姿ですね、2番目なんですけれども、その使命者の姿、42節そこに書いてあります。そして毎日ビアや家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。そうですね、人たちがイエス様のその御名を毎日ビアや家々で教えていた。皆さん、家々は理解できますよ。家々はですね、初期語で家の中で隠れてイエス様のこと、聖書のことを教えていくことができるじゃないですか。しかしここにビアというのはですね、これはまだ怖い話ですね。ビアというのは太って多数の人たちがどこからでもですね、はい、集まってくることのできる、そういう公な場所なんですね。ですから常に見られている、そういう場所なんです。人たちはですね、イエス様の名を語ってはいけないって脅迫を受けたにもかかわらず、それから家だけで教えていくんじゃなくてですね、それであるのにビアでも大胆にイエス様の名を知らない人たちに一生懸命伝えていきました。イエスがキリストですよっていうことを伝えていたんですね。イエスがキリストだっていうことはどういうことかというと、皆さん、イエスというのはイエス様の人間としての名前でした。ですから生まれた時に人々がイエスと呼ぶように名前をつけたんです。もちろんその名前の意味はですね、ご自分の民を罪から救うものという意味なんです。その名前の意味自体もイエス様は特別な意味を持っているんですが、とにかく友達もイエスとか、家族もイエスとか、町の人もイエスとか、そのように名前を呼んだわけなんですね。人間としてのイエス様、それがイエスという名前なんですが、キリストというのは何かというと、キリストというのはこれはギリシャ語なんですが、もともとヘブライ語ではですね、同じ意味としてメシアです。メシアですから、ここでイエスがキリストだと伝えたということは、イエスがメシアなんだよって、そのことを語っていたということなんです。要するに、あなたたちが今まで人間としてイエスと名付けて、イエスイエスというふうに呼んだあの方こそが、単なる人間としての姿だけじゃなくて、メシアとして来られた本当の救い主ですよって。それがイエスはキリストだって、そのように語ったことになりますね。すなわち、これこそが福音ですね。イエス様は人間の姿を持ってこの地上にお生まれになったんですけれども、決して私たちと同じ人間ではありません。
イエス様はメシアとして、そうですね、はい、すべての人を罪から救ってくださった、まことの救い主でいらっしゃるんですね。ハレルヤ。このこと。このこと、人たちは確信を持って述べ伝え続けた。述べ伝え続けた。これが正気でできる働きなんでしょうか。頭が狂ってしまわない限りですね。こういうことを正気でできないような、そういう感じなんじゃありませんか。でも彼らはですね、極めて正気でありました。彼らの頭は問題ありませんでした。なのになぜこういうことができたんでしょうか。彼らがこういうことを続けていく、その使命の原動力というもの、それもまた違うものがありますね。それは何かというとですね、これなんです。イエス様の命令なんですね。マタイの福音書28章の中級です。イエス様の命令に従っていくために彼らはこのことをしていたわけであります。マタイの福音書28章の19、20節です。マタイの福音書最後なんですけれども、はい、お読みいたします。誰もあれを見ても大丈夫ですので、それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、まだ私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私はでも終わりまでいつもあなた方と共にいます。アメン。そうですね、イエス様はこういうふうに言われたんです。あらゆる国のすべての人々にですね、はい、私のことを伝えていきなさい。それで私の命令を守るように教えなさい。バプテスマを授けなさい。これが使徒たちに与えられたイエス様の命令。すなわちこれが使命なんですね。ですから、それをそのまま従っていくためには、死をも覚悟して行っていかなければならないという。そこなんですね。それからもう一つはですね、この理由があるんですよ。何かというとですね、自分たちがこのイエスがキリストであることを信じてからですね、その素晴らしい福音を信じてから救われたわけなんですね。その救われたことに対する喜びを他の人たちに語っていかなければならない。それで他の人たちもその喜びの知らせを聞いて救いを得ていくというもの、それをものすごい強く望んでいたわけでありまして、それが原動力になって彼らは一生懸命語ったんですね。それは使徒の働きの4章19節から書いてありますね。4章の中級節から20節までです。ペテロとヨハネは彼らに答えていた。神に聞き従うよ、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいけません。自分の見たこと、聞いたこと、それを話さないわけにはいけませんよ。要するに我々が経験したイエス様、そのイエス様をあまりにも確実なことであるので、あなたたちに伝えていかなければなりませんよ。そのことを言っています。そうですね、皆さん、人間として一番の喜びとなるものって何だと思っていらっしゃるんですか。私はですね、人間として一番嬉しいことはですね、命を得るということだと信じております。なぜかというと、命より大切なものは何
ないじゃないですか。イエス様も言われましたように、一人の命が全世界よりも尊いものである。たとえ人が全世界を手に入れても、その命を損じては何が残るか。その通りですね。全世界を手に入れたって、自分の命を損なってしまっては、それが何になるんですか。ですから、人の命というのが全世界よりも尊い、貴重なものでありますよ。ですので、人間として生きているうちに、一番の喜びで感じるものは、命でいること。命でいること。私はそういうふうに確信しております。その証拠があるじゃないですか。それで子供5人いるじゃないですか。一人一人得る喜び。命得る喜びという。そういう喜びという。それがあまりにも大きな喜びだったので。さらに大きな喜びとは何かというと、人の霊的な命を得ること。子供を産むということは、肉体的な命を得ることなんですが、それも喜びですけれども、それ以上にですね、人のその霊魂が、その魂が救われて、そしてその命を得るという、地獄に向かっていたその魂が、救われて天の御国の民となるという、そういう素晴らしい姿を見るとなると、それはですね、本当に心満たされる喜びとなりますね。わあ、それ以上の喜びは多分世の中に存在しないと私は信じております。それで牧師になったのが幸せですね。本当にそういうように人の魂霊魂が救われてですね、そして変えられていく、その姿を見るというその間近なところで私は使えているじゃないですか。ですから、アイストローブ教会の中でも、そういうことがですね、もういっぱい起こってきたんですよ。私、大阪の時もですね、そういうことがですね、いっぱい起こったんですよ。ね、イエス様を信じる前はですね、本当に飲んだくれの人が、生きる意味分かってなかったそういう人がですね、イエス様を信じてですね、変えられてですね、本当に真面目に、本当にですね、他の人たちに良い影響を与えていくような、そういうことを変えられたこと。そうですね、本当に離婚寸前まで行ったそういう家庭がですね、イエス様を信じる信仰によってまた回復されて、夫婦の間がですね、ものすごいですね、良くなって、もうあまりベタベタで、トイレが出すぐらいになってしまう。もうそれだけですね、うつ病になって自殺を図っていた人がですね、イエス様を信じてですね、自殺をするまで人生の意味を分からなかった人が、イエス様を信じて、本当に自分自身がいかに大事な存在であるかをはっきりと覚えて、その生きる目的というものをしっかり見つけてですね、そしてこれからは人々を助けるために使えていく、そういう働き人となった。そういう証というものはいっぱいいっぱいあるんですよ。皆さん、普通考えると偉い人がいるとしましょう。偉い人が生きている時にたくさんの人がついていきますね。でその偉い人が死ぬとなると、その人いなくなったので、まあ、散らされてというかバラバラになってしまう、そういう流れになるじゃないですか。先週もカバリエがそういう話したじゃないですか。でしょ、不思議なことがあるんですよ。何が不思議なことがあるかというと、実際にですね、この人たちはイエス様が捕まった時に、イエス様が捕まった時にみんな逃げてですね、あたこともなく、跡形もなく消えてしまいました。そうでしょ？イエス様はまだ生きていたんですよ。
イエス様が生きている時にはみんな消えてしまってバラバラになって逃げてた人たちが、イエス様が死んだ後にですね、彼らがまた集まって命がけでこのイエス様のことを語っていてるんです。死んだのに今地上にいらっしゃらないの、病としても見えないの。そうでしょ、どういうことですか、どういうことですか。これで不思議なことではありません。先生が生きている時には捕まっただけで逃げてた人が今死んで、そしてもちろん復活を遂げたんですけれども、いないって言う。それなのにイエス様を一生懸命仕立て、イエス様を伝えていくために命がけになる。それは大きなきっかけがあるわけなんですね。その大きなきっかけというのは何かというと、結局復活されたイエス様にあったということです。復活されたイエス様の姿を彼らが直接見たわけであるからですね。世の中にいろいろな宗教があるんですけれども、どんな宗教もですね、これだけ確かな復活主は存在しません。我々が信じているイエス・キリストだけがですね、復活主でいらっしゃるわけなんですね。そのことによってですね、弟子たちが変えられたんですよ。要するに何かというと、イエス様がついていくときに彼らは復活信仰を持っていなかったんです。イエス様が生きているときに復活を目撃していなかったんです。ですから一つしかないこの命を守らないといけない、この命で、ね、助からないと困る、この命で、ね、守るためには逃げていこう、そういう感じでしが態度を取ることができなかったんです。でも復活のイエス様に会ったときには、イエス様は言われましたね、あなたたちも私を信じるでしょ、私は復活の初身、ね、初身となった、初めて結ばれた身となったんだけど、あなたたちも私と同じようにその信仰によって死んでも死なない復活の命を得ますよ、言われた。その後の彼らは間違いなく確認したので、死んでる信仰を持っていた。そのため復活の命があるんだからって、これはどういうことですか。復活というものは死を前提にしますよ。死ななければ復活なんてありませんね。じゃあ復活を遂げるために死というものを踏まえていかないといけないんだからと思うと、復活の確かな希望がある以上は死は恐れません、死は怖くありません。むしろですね、死その日を楽しみに待つよりも何よかもしれません。それが本当のイエス・キリストの復活を信じる信仰の姿なんですよ。皆さんはどうですか、死を恐れていらっしゃいますか。私、死の怖い、死の怖い、死にたくない、ね、ひょっとしたら癌になって死ぬかもしれない、地震で死ぬかもしれない、放射能で死ぬかもしれないから、何でもかんでもですね、死と結びつけてですね、死そのものを恐れているような、そういう姿が皆さんに目立つものであるならば、疑ってみてください。私なんてイエス様のその復活を信じていないかもしれない、そのイエス・キリストの復活の信仰というものを皆さんが確かなものとして持っていないから、そういう姿になる可能性が非常に高いと言えますね。韓国でそういう有名な人がいました。その人は広報の伝道者っていう人でしたね。広報の伝道者、人を幸せにする秘訣を分かっている人だって言われましたね。それで幸せに関する本をいっぱい書いて、彼女が書いた幸せに関する本だけですね、20冊を超えましたよ。そしてテレビでももう常に出てって、インタビューを受けて、大学でも教えて、自殺をしようとする人たちの相談に乗ってて、そういう人たちをいっぱい救ってて、それ立派な働きをしていたんですよ。
彼女はですね、有名な言葉をいくつも残しましたけれども、ご飯は食べなくても幸せを食べないわけにはいかないんだとか。そうですね。それで一躍国民的な人気者になったわけでありますね。みんなが、あの人は間違いなく幸せな人なんだなって、そういうふうに認めるような立場にいたんですよ。しかし、その人はですね、自分の旦那と二人でですね、ホテルのですね、部屋で、二人一緒に自殺をしてしまうんです。自殺した理由というのは、病気があったと。その病気の苦しみに耐える力がない、そういう自信がない。それで死を選ぶということで自殺をした。みんながパニックになってしまいました。彼女に相談に乗って手をもらって、そして自殺しようとしたところ、彼女のアドバイスで助かった人もですね、パニックになってしまったんです。なんだ、あの人、私が言ったものは全部嘘だったのか。自分は何だ、幸せだったら自殺するはずないのに。そうですね。それでみんなにですね、その現れの中に困難を持たしてしまったという、そういうような結果を招いたんですね。私は後からですね、彼女のことをちょっと調べてみたんですけど、調べていく中で彼女はインタビューするあの映像を見たんですが、その映像でですね、そういうのを言ってましたね。私はここにいても胸を張って自信満々になる。胸を張って自信満々になれる。なぜかというと、私は罪を犯したことがないから。その言葉がですね、私には引っかかりましたね。そっか、彼女は自分の罪を分からなかった。自分がいかに罪人であるか、それを悟りなかったんだ。犯した罪がないから、堂々としていられる。とんでもない。人間は考えるものから、口から出すものから、その行いというものがですね、常に罪を犯すものとつながっているんですよ。人前では悪いことしていないから罪じゃない。そういうわけではありません。全ての罪はですね、ここから始まるものですから、そういうものを直視していくという、そういう力がなかったんですよ。だからこそ、罪人のために、救うために、この地上に来られたイエス様を求めていかなかった。イエス様をいない、イエス様を迎え入れていない、そういう心というものは、幸せ、幸せと言ってもですね、それは結局は、幸せ、富裕するだけなんですよ。本当の幸せというものを見つけていないから、むしろ幸せでない、自分自身を認めたくなくて、幸せであるかっていうことをですね、見せていくために、さらに芝居をしていたのかもしれないんですよ。日本でよく聞く言葉があります。テレビとかでもよく自分を信じろ、自分を信じろ、そういうことはよく聞く。スポーツ選手を育てていくときに、勉強している受験生に対しても、何かをチャレンジをしようとしているそういう人たちに対しても、お前自分を信じろ、自分を信じろ。意味わかりませんね。意味わかりません。正直聞くけれども、それは何の意味か全くわかりません。自分は何を信じるんですか。自分は何を信じるんですか。自分の力、自分の才能、自分の財力、自分は何を信じるんですか。
人間という存在はですね、根本的に弱いものであるんです。根本的に限界があるもので、根本的に罪に影響を受けている、堕落している存在なんです。希望がありません。人間そのものですね、絶対に希望がありません。絶望しかありませんよ。ですからこそ罪の中で溺れて、罪の中に歩んで、罪の結果としてその報いを受けて地獄の裁きを受けるんですよ。何を自分を信じるんですか。イエス・キリストを信じなければなりませんよ。去年、私の5名の子は映画を見てですね、その影響を受けたことであると思うんですけど、チミは将来大きくなって何になりたいって言ったの。私、アナになる。アナになる。皆さん、アナってご存知ですか。去年、ヒットしたアナと雪の姫っていうアニメーションがあったじゃないですか。あの子、それ見てですね、それでも、なんか歯を押されたような感じになっちゃって、それからですね、なんかマントとかをですね、首にかけてて、はい。変な杖とか持っててですね、やったりとかしてるわけなんですよね。自分がいかに穴になってるかのようにですね、錯覚してて、ね、それをもうやっやりながら、ありのままのとか言うのに、振る舞ってるんですよ。私、その姿見てですね、あの子は女の子でよかったと思ったんですよ。もしかして男の子だったらスーパーマンになるって言ってですね、3代から飛び降りかもしれない。本当ですね、そういう時期がありましたよ。スーパーマンが流行った時に、そういうちび子たちがそういう真似をしたものは実際にありましたよ。あの子は自分を信じたんです。自分を信じたんです。自分がいかにそういう力があるかのように信じたんです。それが子供だけの姿じゃないということを言いたいんですよ。大人の中でも自分を信じるということは、結局、あれで、ね、そういったものなんです。何の力もない、何の努力もない、自分の計画で何にも叶えられない、そうですね、そういう弱いものが、何が自分を信じる根拠があって信じるんですか。イエス・キリストを信じましょう。アメン。イエス・キリストだけが、イエス・キリストだけが私たちの力の源であります。アメン。私たちの救いしていらっしゃいます。アメン。私たちに復活の命、永遠の希望を与えてくださる誠の神様でいらっしゃること。皆さん、このことに対する信仰、その確信を持っていかなければ、私たちも使命者になりませんよ。私たちがこの人たちのようなそういう道を歩んでいくということは、まず今の頃できないと思っています。自分自身もできないだろうと思っております。そうですね。しかしながら、少なくても私たちがこういうふうに生きていくべきだということは覚えておかないとならないですね。そしてこのように生きていくその素晴らしい姿が、天で大きな賞として報われる祝福ある幸いな人生であることということも認めないといけません。じゃあ使命のあるものとして生きるためにはどうしたらいいんでしょう。このことを覚えて、この人たちの真似をしていくべきなのか。そうじゃありません。これは真似するものではありません。まず自分自身が主イエスのこの復活の素晴らしい福音を受け入れて信じていかないといけないんですね。全てはそこから来るものなんです。自分自身があまりにも確かなものとして経験したからこそ、それを抑えていくこともできる。それは自然とですね、現れて周りの人たちに知らせていくことができる。それを伝えていく、それを語っていくことができる。そういう使命者として生きていきましょう。それで一人でも
教えて。